悪魔を哀れむ歌は、1998年のアメリカ合衆国のホラーサスペンス映画。監督は、グレゴリー・ホブリッド、出演は、デンゼル・ワシントンとジョン・グッドマンなど。ローリング・ストーンズの名曲、タイム・イズ・オン・マイ・サイド、悪魔を哀れむ歌を題材としてフィーチャーした、オカルトサスペンスホラーで、時空を超えて、人から人へ憑依して、悪を撒き散らす悪魔と、 連続殺人事件を追う刑事が繰り広げる対決を描いている。連続殺人犯のエドガー・リースは、フィラデルフィア警察のジョン・ホブズ刑事によって逮捕され、裁判で死刑の判決を受けて処刑されることになる。死刑執行の日、ホブズや上司のスタントン刑部補などによる立ち会いの下でで、電気ースによるリースの処刑が行われたが、彼は、処刑間際に、 謎の呪文を唱え、ローリングストーンズのタイムイズ、オンライサイドを陽気に歌い、早く殺せなどと死刑執行人たちを挑発していた。その後、リースの歌の歌詞を裏付けるかのように彼と同一の手口による連続殺人が発生した上、ホブズにその容疑がかけられてしまう。自分の無実を証明しようと調査したホブズは一連の事件の背後に、 この世のものではない悪魔の存在があることを知る。悪魔は様々な人間に乗り移りながら確実にホブズに迫ってきていた。作中、悪魔の視界の映像化をどうするかという点に関し、監督のホブリットは撮影監督のサイジェルに相談し、エクタクロームという特殊フィルムを使用することで解決した。これは、 独特の発色や質感を表現するスチール写真やファッション写真に使われていたものであるが400フィートに及ぶフィルム撮影を行った。プロモーションビデオでは使われ始めていた。それを本作は意識して最初に使った映画であるという。ロッテントマトズによれば批評家の一致した見解は基本設定は面白い。しかし残念ながら 古い素材の再利用に過ぎず、それほどスリリングではない。であり、57件の評論の内高評価は40%に当たる23件で、平均点は10点満点15.3点となっている。ありがとうございます。